どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。本日はマヒスラッシュアックス4人部隊の指導映像をお届けしてまいりたいと思います。モンスターハンターワールドでもやりましたけども、アイスボーンでも奴らが帰ってきました。装備はご覧の通りとなっておりますが、最後に詳細解説していきたいなと思っております。主導していくモンスターはマヒに弱いティガレックスおよびオドガロンとなっております。それでは指導映像へどうぞ。
さあいかがでしたでしょうか。マヒスラッシュアックス舞台帰ってきましたね。ワールドの頃はねこのマヒスラッシュアックスでたくさん動画を作ってきた私なんですけれども、アイスボーンでももちろん組み上げてまいりました。なかなか強く仕上がったんじゃないかなと思いますので、今回はこちらの装備の詳細を解説していきたいなと思います。まず装備武器ですね。採用している武器について、これザルファスマッシャー2、これよく TA のタイムアタックの動画とかで無属性運用されているスラッシュアックス、ディノアシュの、ね、スラッシュアックスなんですけれども、このスラッシュアックス実は解放属性を持ってまして、麻痺属性カッコ、まあ、一応今回強化してるんですけども480です。カッコ480なので属性解放をすることによって麻痺属性スラッシュアックスとしても運用ができる。でメリットなんですけども、このスラッシュアックスの攻撃力が高い、非常に攻撃力が高い、他のスラッシュアックスと比べてもね、こういうスラッシュアックスとかと比べても、そして切れ味匠5を積むことによって紫ゲージが10出る。つまり達人芸で運用すれば紫ゲージを維持しつつこの高い攻撃力で、まあ、攻撃できると。だからダメージが稼げるマヒスラッシュアックスなんですよ。これ非常に優秀ですね。でスロットが4空いている、まあ、優秀ですね。で強撃瓶、まあ、強撃瓶はもちろんこの剣モードの時の物理ダメージが増えますから、これはかなりね相性がいい。そして、カスタム強化なんですけれども、回心率強化、回復能力付与、属性状態以上強化というこの6枠をフルに使ってまして、でこれによって回復能力付与、ゼロ距離中の体力の減少を、まあ、無視できる、ほぼね。そして回心率強化1を入れておくことによって傷ありのモンスターの部位を、ゼロ距離した場合に回心率を 100% 維持できるという形になってます。でスキルの説明ですね。スキルの説明なんですけれども、まず、見切り7、それから弱点特攻レベル3、そして武器のカスタム強化、これによって傷がある部位に対する回心率を 100% 確保しております。で、超回心はちょっとねスキルの関係上1にしかなりませんでした。でですね、スラッシュアックスにおける、ま、僕なりの採用するべきスキルがあるんですけども、それが、ま、毎度言ってるように強化持続レベル3、ま、そして回心率が 100% になるような調整、そして体力回復量アップレベル3と体力増強レベル3という形になってます。まあもちろん弱いモンスターにね、あの相手に行くんだったら、まあ、体力増強さんはいらないよという話はあるかもしれないんですけれども、今回の装備はもちろん導きとか、それからまあ歴戦交流とかあたりにももう担いでいけるように組んでるんで、まあこの辺は必須スキルになってくるかなと思いますね。でこの武器の特性として属性解放レベル3と匠レベル5がとあと耐津神器かが必須になってくるんで、かなり枠は厳しいです。スキルの枠はかなり厳しい、なので結構これが限界っていうところありますね。で、超回心はレベル1までしか積めませんでした。で整備も積めません。なんで長期戦には向いてない、正直なんですけど、今回みたいな、なんかはめ殺すみたいな、企画には結構使える装備になってるかなと思いますね。まあ皆さんもし普段使いするんだったら、今回装備に麻痺属性強化入れてるんですけども、装備のこの麻痺属性強化を整備にするとかっていう、まあ組み、替え方が必要な感じはしますね。まあ、精霊の加護とか力の解放とか熱ダメージ無効とかはおまけ、まあ爆破属性強化とかね。だから耳栓レベル1はゼロ距離中に耳栓レベル4が付与されるっていう仕様なんで、レベル1をつけておくとレベル5になると、耳栓が。なのでゼロ距離中の方向は一切無視できるということで、気持ちよくなるためには必須という形になってます。装飾品はこんな感じですね。まあ皆さんね、まあ、大体似たようなそのスキル構成にできれば多分まあ問題ないかなと思いますので、もし持ってないよっていう装飾品があったらですね、シミュレーターかけていただいて、皆さんの持ってる、その装飾品によって組み替えていただければいいのかなと思います。スラッシュアックスのいいところは、まあ、今回の狩猟映像を見ていただいても分かる通り、そんなにプレイングスキルが必要ないんですよ。基本的にあれやってればね、結構簡単にモンスターを狩れる、まあ要は鉄鋼榴弾とかと一緒のような考え方ですよね。あんまりプレイングスキルがいらないよという、まあ、これがいいところかなと僕は思うので、ぜひですねスラッシュアックス始めたいよという方、ぜひ、握ってみていただければなというふうに思います。スラッシュアックス人口が増えることを祈って、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。